はい、皆さんこんにちは。博多のトム・クルーズこと畑中孝之がまた生氷に帰ってまいりました。あー、僕自身は全然 OK なんですけどね。はい、ちょっと予選走った感じでは、いや、スタート出なかったから怖いなと思って、ちょっと心配ですけど。そうですね。いや、でもですね、僕のこの元気でなんとかなると思います。はい。お股で？あ、ちまたね。分かってた。うん。ちまた。いや、なんか楽しみにしてるってよくやりますよ。はいはい。ですね。まあ、小さなことですけどね、決勝前に右からブーツを履いてます。いや、優勝した時に左が汚れて右から履いた時に優勝したんですよ、たまたま。これやわ、これ以来じゃないですかね。あれ、あの福岡のやつなんですよ、あれ。そうですよ、うちの近所の子ですよ。はい、福岡県の。はい、そうですよ。後輩ってだいぶ下ですけどね。まあ、たどれば後輩だと思います。はい、やりますよ。もう一回脱いでやりますからね、僕ね。だって、これさっき思い出したんだけど、今日左から履いてた、そういえば。あれで多分スタート遅れたのかな、うん、今思い出した、そういえば。あ、浜松のジョージ・クルーニーでしょ。ジョージ・クルーニーがですね、一回本国アメリカに帰りました。で、まあ、よろしく頼むぞって言われてるんで、はい、最終戦の錦の浜には、はい、僕と2大ハリウッドスターが並んで、皆様のところにお伺いしようと思ってます。はい。それでは皆さん、お待たせしました。 JJSF 第6戦7戦ガマゴリ大会ダイジェストムービー、レッツラーゴー。やっぱり前の日はちゃんと決められた時間にはちゃんとゆっくり休んで、体を整えてストレッチして寝る感じですかね。で、ヒート前はやっぱりスタートのタイミングは一人でもやっぱり行って、そのタイミング合わせて、あとはヒート前にいろいろサプリ飲んだりとかやって、そのいつも同じリズムで海外行こうが日本でやろうが、はい、同じリズムでやってます。まあ、強いて言えば前の日の晩生ビールは2杯までです。次の日の朝がきついんで、近くの焼肉屋さんに行きますね。まあ、ちょっと店名は言えないんですけど、あ、大阪で自分住んでる前の夜に、そうですね。はい、あとはちょっとあのオイルマッサージ、やっぱレース前っていろいろバタバタして結構体が疲れてたりするんで、前の日は早めに寝ることと、あとレース前には必ずチューニングエリアでストレッチをすることです。ゴーグルにシュシュってやって、それでファイバークロスとかでこう拭いて、レース前に毎回走る前に直前に毎回やって、やっぱ視界をクリアにして、で水が来てもこうコロコロって水が跳ねてくれるような形で、まあレース会場に来て海に向かって、まあそれが川でもそうですけど、まあ無事に怪我をしないようにお願いしますとお祈りを捧げてます。はい、あとお酒を飲まないとか、はいはい、以上です。そうですね、あのレース前は必ず彼女の変顔を見て走ります。ちょっと頭にくるんで、その怒りをレースにぶつけてる感じですね。はい、あとキャプテンの佐藤さんが厳しい方なんで、いつも説教されてるんで、まあ負けてたまるかと、それでやってます。はい、ライダーが、自分のヒートの大体5ヒートぐらい前ぐらいからですかね、 2,3 ヒートは、スタートのタイミングを僕は見に行ってます。それを見ることによって、ある程度スターターのシグナルの癖がある程度わかるんで、みんなやってるんじゃないかな、早い人はっていうところですね。その金曜の夜に、まあ、焼肉とか食べることですね。肉はタンで塩で厚切りがいいですね。まずですね、まあ、船乗りますね。でこうみんながこういるグリッドに並びます。そしたら、まあここには信頼すべきホルダーの方々がいるわけじゃないですか。
あの人たちによろしくお願いします、よろしくお願いしますと、それでエンジンをかける、あとはもう方向はみんなに任せて僕は逃げるだけです、以上です。まあ、左足から靴を履く、きっかけは中学時代の部活からですね。その時、まあ、弱小チームにいたんですけど、まあ、それをやるようになってから勝つようになってみたいな。家族に電話したりメールをすることです。まあ、基本お父さんに一番電話したりしてます。家族のグループの LINE があるんですけど、それに送って今から予選行くよとか、そういう感じで安心できるあのホルダーの方を呼んでます。あのこの方なんですけれど、どうも1個しか入られてないのにホルダーしろとこっち腕パンパンの中うわーっつって持っていく力があるっていうのもそうなんですけど、精神的にあの落ち着くんですよ。いや、ただ生意気なだけなんですよね僕は気持ちを入れるために手を叩いたり体を叩いたりして気持ちを入れてレースに臨んでいます。中学校時代からバスケしてて、その時からやってたことなんで、なんか自然と。そうですね、ちょうどあの伊勢神宮のお膝元っていうことで、はい、あのお守りをいただいてますので、それに2例1拍手2拍手1例をやってます。もうグリッドの並んだ時に、はい、こんな恥ずかしいこと毎日しょの。そうよあ、いやいや、あのね、最近さ、三重県にね、トム・クルーズがなんか出てきたらしいんやけどさ、草レーンですもん。世界トム・クルーズ協会からちょっとクレームが出たまだ認定を受けてないからトム・クルーズって言うとこらしいから、ね、確かに三重県のトム・クルーズらしい、ね、そうなの言っとったやないか。そうか、はい、みんなに背中を叩かれて出ます。何をきっかけにそれ始まったんですか。わかりません、わかりません、みんながただ叩くだけ、みんな叩いて背中叩いてるバチンと。とりあえず寝るときにイメトレをするんだけど、寝るんな、寝てまうねこれがまたそれはルーティーンとしては成立してないってことね。しない、なんかもうそれはもういらない、いらないいらない、ルーティーンはなしで。ありがとうございました。どういたしまして。あ、じゃあ帰ります。僕レース前にストレッチボールっていうので必ずストレッチして、でちょっと腹圧入れるトレーニングして体を整えていくようにやってます。歯磨きしますね。歯磨き、はい、ウエットとか支度する前に歯を磨いて顔をちょっと、まあ、水で洗ったりとかちょっとスッキリしてから的な感じで、で下ごわしますね。このサルミチールですこれをものすごい塗りたくって、もう海外に行っても周りの海外の選手がめっちゃ臭がるぐらい塗りたくって、やっぱりそうすると気持ちが安定するのがやっぱ僕のルーティンの一つです。ちょっと一回怪我した時にこれに頼ったら意外とその時調子良かったので、そこからルーティンになってしまいました。はい、ランニングです。レース前にちょっと体をほぐす感じで走ります。まあ、緊張ほぐしも兼ねて